トレードマークは豪快なフルスイング。その驚異的な飛距離は日本一とも言われています。底知れぬ身体能力、走攻守その全てが規格外。しかし現役時代は全くの無名選手でした。1988年生まれ、甲子園を沸かせた田中将大投手や斎藤佑樹投手、前田健太投手らと同い年です。いやーすごいなー思いながら部屋でアイス食いながら見てましたね。無名だった高校球児が今や侍ジャパンの中心選手。彼は一体どのようにして球界を代表する選手にまで上り詰めたのでしょうか。無限の可能性を秘めた遅咲きの大器、その誕生の秘密に迫ります。プロ5年目の26歳柳田悠岐選手です。身長187センチ、体重94キロ。彼の代名詞となっているのが豪快なフルスイング。打球の飛距離は日本一。推定140メートルを超える特大ホームランを連発します。すごいのはパワーだけではありません。50メートルは5秒9の俊足。昨シーズンリーグ2位となる33個もの盗塁を成功させました。さらに俊足を生かした広い守備範囲、通常はヒットとなる当たりもこの通り。しかも遠投120メートルを誇る強肩。この距離からノーバウンド返球。昨シーズンゴールデングラブ賞に輝きました。走攻守その全てが規格外。これまで8人しか達成していないトリプルスリー、3割30本30盗塁に最も近いと言われています。野球を始めたのは小学3年生の時、地元の少年野球クラブに入団しました。当時の憧れはメジャー通算762本のホームランを放ったバリー・ボンズ。豪快なスイングに目を奪われました。